まい人はいっぱいいるよね。でもそこなんだよね、うまい人はうまい人いっぱいいるっていうもんね、うん、でも心の中ではみんなあれだよ、ね、俺だ俺が一番だ、確かに俺がうまい、うまいっていうか俺が一番だみたいな、そうだ、ね、じゃねえと多分勝てねえと勝てねえし滑れねえと思う、もう見ろみたいな。俺だって一時期マジで本当であの優勝できるのかいやでもできるどこまでは行ったからちゃんと狙えるところまでは行ってる。そうね、そう、あとはその何雪質とか天候とかタイミングだったり体のバランスだったりメンタルだったり、なんかある時から技術戦ってこう滑らなきゃいけないみたいなのが出てきて、ここ10年の話だよね、だからもうなんとなくだけど、この滑りをしないと出ない、うん、だから最近、うん、まあいろんな人と話してると、うん、なんか技術戦が面白くなく見える、うん、やっぱその三郎さんとか正人さんとかその山形に場所でもっていうかデモが多かった時代っていうのはこの見せる滑りっていうかうわーって湧く滑りをする人が多かった、うん、なんかそうじゃなくなってるような気がする。そう、だから採点の、うん、まあ、得点の基準がちゃんとしてきたっていうのはあるけど、まあね、うん、それでねえばダメだって言われたら、あ、そうですかって言うしかねえし、いや、工事君は出続けねえとダメだと思う。いや50ぐらいまで、50ぐらいまで50過ぎてもいいよあの山田拓也さんと柏木義行さんが出てる以上やめらんねえよあの二人が引退しないとなんで工事君も引退しますって言えねえ多くはないけれど今のスキー頑張ってる子供たちっていうか、まあアルペンでもいいよ、うん、アルペンでもあの技術系でもいいよ、うん、その道を作ってきたのが渡辺浩二さんですから一応今引っ張ってるのは渡辺浩二さんですから山形県を引っ張ってるのはマジかかっていうプレッシャーいや与えるわけじゃないけどやっぱね、いやもうその話が出たから言うけど俺今年で辞めるんで、あれでもこれ動画300億人、まあ一応まあ自分の SNS で最初上げようかなと思ってるけど、もう上げようとそうタイミング今見れるだけ。じゃああれかな、浩二君言った後にこの動画だけはあげるかな。まあ10月中には言うけどさ、分割させる分割させる。いやーやっぱりそうなるよな。でもここでまあ引退してもスキーはやるわけだから。なあ、まあ確かに。まああとは育てればいいっていうか、あのついてきてくれる子たちが育ってくれれば。別にいいんじゃないかな。いやーこれはやーちょっとやっぱその自分のモチベーションの、いやそれは分かるよ、やっぱ体の問題もあるかな。なんだろう、ぶっちゃけると30前半ぐらいから、うん、魅力って何ですかって言った時に、うん、パッと答えられるのか、うん、だからもともとそのバッテンちっちゃい時がそのデモンストレーターになりたいと思ってやってきて、でそれには技術戦の成績も必要だったしっていうのがあって、でやっぱ勝ちたくてっていうになってくるし、例えばその雑誌に出たりとか、うんうん、いろんななんかこう
表面的に、うん、まあ、露出も上がるし、はいはい、まあ、有名になれるし、自分のその価値がやっぱり高まっていくっていうのは俺の中でのやっぱり魅力だったけど、山形ってもうあんまり育たねえと思うね。うん、でもやっぱ出てほしい、出てほしい、出てほしい。今浩二くん思ってる人ってまあやっぱあれじゃね、金田龍河くんね、人に、まあ、ちょっと頑張ってもらえるけど、うんうん、まあやっぱみんな社会人だからな、まあね、練習とかや、うん、数時間絶対的に少なくなって、少ないくから思いがや、気持ちね、気持ちと情熱と熱量が、逆に仕事辞めで向かってくるやつだよ、やっぱちょっと変わってしまう絶対、うんうん、あでもそのぐらい覚悟決めると無理かもね、プロでやってくってなったら、どうやったらプロになれるか、プロっていうか技術戦で成績を収める、うん、続けでもやっぱりそのやっぱその期間がやっぱ、うん、ずっと続く、うん、わけじゃねえから、うんうんうん、やっぱこの月に携わっていかないと、うんうん、やっぱ厳しいやんじゃねえかなって俺は思うけど、月、うん、との関わり方だと、うん、今年って八方？いや今年ルスツ、あルスツなんだ、うん、いやー、留守で終わんのが小塾だからや、あれや、あれ留守じゃん留守じゃん、留守がーって思った、あー留守かー、留守、まあ、できれば八方がいかったなーね、八方よかったねっていう感じだったけどね、留守かー、留守花束かイメージ湧かねえな、no. なんか湧かねえな、八方だったらイメージ湧くんだけど、あれこれ林さん知ってんのやめろと、あまだ言ってるんです、あじゃああれはブルーモリスか、ブルーモリスはあの分かんない、あもう言ってある、ね、なんか悲しいけどでもナショでもやってっから小塾は2期で辞めたからな、それこそ2年だっけ、4年だの、2年で4年か、うん、決断早かったな俺もう FWQ 出たくてしょうがない、はい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 、全然なんか時間ないけど、でもなんか大学と絶対被ってた大会が、うわ無理じゃんっつって多少でもまあね、1回か2回やって終わりの方がいいんだべな、価値は箔はつくけどね、箔はつくけどそこに固執する必要性はないのかな、うん、でまあ俺何にも関係ないから言うけど、俺で一緒スキーせっていう話よやんべぞって、うん、あそこさ投げるろ、あそこから飛べないやさあちょっと羽黒の方に向かっております、羽黒といえば、羽黒といえば林ワクス、そうですね、浩二くんが提供を受けている林ワクスさん新社屋、うん、チラッといいね、まぶしい、何の連絡もせず俺もまぶしい、まびえ、浩二くんが今まで、うん、日本国内ね、うん、国内で、うん、ここのスキー場良かったっていうところと、あの山形以外にして、当然八方ね、おお最高雪っけなって思ったのがルスツ、あ北海道かやっぱ、うん、ルスツあっさり、でもルスツはコースがやっぱあのあっち反対側大会にある方じゃなくて、イゾラの方で滑ってたけど、最高、ツリーラン最高、おあれやっぱ晴れた日のスターを、うん、
あまあね、あ超綺麗。やっぱ景色っていうかロケーション的には蔵王やっぱ高知くんいろんなとこ行っても思うんだ、やっぱそういうの。やっぱ無表ついで、ガスってでもちょっとパッてこう瞬間見えた時とか、まさにパラダイス。お気温低い時だね。高知くん相当行っても普通の人の何百倍も行ってるから、ワンシーズン120日ぐらい、150もっとだね。一番滑った時200日近く行った。あじゃあもうほぼ毎日。7月の中頃までやってたから、あそっか、ガッサンからね。だガッサンカウントしてねえばマイナス90ぐらいね、そんだけ滑ってたら上手くなるよ、ね、なるわ。でうちのチャンネルさせてる小深み様で120日、120日おかしいからね。おかしいから狂ってっからアッピー行って帰ってきてジャングル行ってみたいな。去年でも俺結構休み継ぐって、長野ベースでちょうど年末から3連休明けぐらいまで長野ベースだったけど、ロッテ洗い行ったり、あの野沢行ったりして遊んだけど、あれも最高だったな。ロッテはもうガスに毎回やられてて、あそこ雪いいんだよね、すげえ深いんだよね、あそこね、めっちゃ誘ってんなんけど誰も来ねって言ってタイミング合わねえだろ。なんかや技術戦やってる人でや、あそこのカード滑り際行こうぜっていう人ってあんまりいねえ。来そうな人って誰？来そうな人リュウジ君とか。リュウジは絶対来るよ。北海道の人だったらや、結構や、絶対行ってる、行ってる、行ってる。技術戦さ、パウダーゾーンってないの？なかなか厳しいよ。FW 級と技術戦の間みたいな。だって300人滑ったら僕と同じ。ないね、ダメだね。ちょっとダメか、面白くねえか。どっち左側？左。だって11月そういいけど、まだ足場曇ってるかな。あまだ外壁払ってねえもんね。へえ、バックで止めた。ハイスターイメールに入るショーで、ここでブーツのチューンで入れば最高だ。どうなんだっけね、できんのかな。ブーツチューンすごいよね。チューンで入れば最高。ここ神様自分で削る、本当で、本当にリューターで、なんか自分で削って、あれなかなか技術いるよ。難しいのもよ、あれ温めながら金具当ててとかね、ヒートガンで温めてとか、僕は引退してからもうちょっとフリーになったらもっと活動幅広がるね、テクニカルクラウン、例えば技術選手校の若い人たち、あとは検定目指す人たちを集めての特化したレッスンをしようかなと、そう、山形ではあんまり聞いたことがない、なんだのをやっぱ、やっていかなきゃねっていう。いや本当だよ、お客様集まりやすいしな、求められてる部分かもしれない。技術をちょっと強化していこうかな。いや絶対来る。来て繰り出した人たちがプライベートで、いろんなとこ次会いますんで、なんぼでも教えますと。その繊細は、渡辺浩二コジプロインスタグラムでチェックお願いしますよ。皆さんお願いします。お前は受けねえのかって、ね、いや年中無休だから、もう無休、本当に休なしだからあんまり考えてない。うわすごいっていう滑りができればいいと思うけど。
いやお疲れ様でした。お疲れ様でした。半日、はい、もう小塚レグイ、なかなか濃い話しましたやばいなもう何個か乗っけてほしくない話もあるけどね編集どうしよう、どこまで作っていい小塚生い立ちっちゅう、いや、だいぶ話したよ生い立ち、何歳からやってんのとか、とりあえずデモっていうかプロになるまでかなと4時間ぐらい喋ってるからの何話したっけこれみんな大変だな、3台だからねあとちょっとんって思ったところ、俺はもう、うん、それは、うん、いや、あとはカットする、あの、ここはやべえって思ったのはやめとこだからって言ってんのはやめとこでもそこまで踏み込んだ話だけど、そこまで、うん、あの例えばなんかそういうのはないからあの例えばねないんだけど、ないけど、なんかそういう危ない話はなかったから、まあ、バーって見て気になったとこを教えて、うんうん、これどうだろうな、何分割かにして、これは完全カットするねとか。